大家好、こんにちは。台湾系旅行系 YouTuber 兼イラストレーターのコポちゃんと申します。今回はですね、台北の夜市についてお話ししていきたいと思います。初めてさんやビギナーの方におすすめの夜市トップ3と、台北中心地から行きやすい11の夜市を完全網羅でご紹介していきたいと思います。加えて初めてさんやビギナーの方向けに、夜市ではここは気をつけた方がいいよというポイントをお話ししていこうと思います。よろしければ最後までお付き合いお願いいたします。私の最近の台湾旅行 Vlog、 ご覧の方でしたらばお気づきかもしれませんが、最近私は台湾に行くたびに夜市巡りをしていました。台北中心地から行きやすい場所にある夜市に限定しますと、合計11箇所の夜市を見て回りました。いろいろなものを食べたり、活気のある雰囲気の中を歩いたりすることがとっても楽しかったのですが、一周ぐるっとどれぐらいの時間で回れるか、どんなものが売っているかなどについて調査もしてまいりました。今回は私が回ったその夜市の中からお話ししていこうと思います。まずは初めての台湾や初心者さんにおすすめの夜市トップ3を発表していこうと思います。これはあくまで私の個人的な意見ですので、皆さんのおすすめの夜市や食べてみたいものなどがありましたらばコメント欄で教えてください。もしお役に立てましたらば高評価とチャンネル登録もお願いいたします。では早速、初めて台湾に行かれる方や初心者さんにおすすめの夜市トップ3を発表します。第3位は士林夜市です。町の一区画丸ごと夜市のような大規模な夜市です。ローカル感は薄く、観光客が多いので屋台も比較的観光客慣れしていると思います。屋根付きのメインの建物は1階がゲーム、地下1階には台湾グルメのお店が集まっているので、小さなお子様連れの方やお天気が不安定な時でも安心して楽しめると思います。細い道沿いに屋台がずらっと並んでいて、時間帯によっては混雑するところもあるので、初めて行かれる方は迷わないようにご注意ください。ここはとにかく大きな夜市なので、フラッと遊びに行くというよりもたくさん歩いて観光をするという感じで行った方がいいと思います。体力が残っている時にゆっくり歩いてみてください。士林駅という夜市と同じ名前の駅もあるのですが、夜市に一番近いのはお隣のジェンタンという駅ですのでご注意ください。そして第2位はラオフージエ夜市です。何でも揃う大きな夜市ですが、まっすぐに伸びる道沿いにあるので迷子になることはまずありません。駅側の門の近くにある胡椒餅屋さんが有名なので、一見大混雑しているように見えますが、奥に進むほど余裕が出てきます。 MRT 孫山駅の他に台湾鉄道孫山駅からも近く、アクセスの良さも魅力です。この夜市の代名詞といえば門の近くにある胡椒餅ですね。胡椒餅というのは釜で焼いた胡椒が効いた焼きまんじゅうのようなものです。あんを包むところから屋台で手作りしているので、焼きたて出来たてがいただけます。ここも観光客が多いので比較的観光客慣れしているお店も多いです。 MRT でも台湾鉄道でも行けてアクセスの良さも抜群です。そして第1位はニンシャー夜市です。日本人観光客が多いゾンシャン駅や隣駅のシェンリン駅からも歩いて行ける距離にあるコンパクトな夜市です。小さいながらもテーブル席がある屋台、ミシュランの美味しいお店、お子様が楽しめるゲームと要素がぎゅっと凝縮されています。サクッと夜市の雰囲気が楽しめるコンパクトな規模とアクセスの良さが1位の理由です。でも最近は混雑していることが本当に増えたので、小さなお子様連れの方は特に人混みで迷子になったりしないように早めの時間に行かれることをお勧めします。
以上が初心者さんにおすすめの夜市トップ3でした。続いて初めての夜市で気をつけることについてちょっとお話ししたいと思います。まず夜市に行かれる時にはこういった口の閉まるバッグを持っていった方がいいと思います。はい、リュックの時は混雑時なるべくリュックを体の前側にして持った方がいいと思います。私がトップ3に挙げた夜市は他のお客さんと体が触れ合うぐらい混雑する場合もあるので、普通に街歩きをするよりも防犯意識をちょっとだけ上げてくださいね。それからおすすめの持ち物はウェットティッシュです。屋台が多いので手を洗うところもそんなにないですし、食べ歩きをするときにこう肉汁がわーって溢れたり、揚げ物や揚げ焼きしているものの油が染み出てきたりするので結構手が汚れるんですよね。台湾にもね、こういったウェットティッシュコンビニやドラッグストアやスーパーで売っておりますので、足りなくなったらね現地調達もできます。それから台湾はコンビニやスーパーのレジ袋は有料ですが、夜市の袋は無料でくれるので、ホテルに持ち帰る時もご安心ください。夜市の中で座席がある席で食べて帰るという方はほとんどそういった屋台では飲み物がないので、食事の時水や飲み物がないとダメという方はコンビニやドリンクスタンドであらかじめ購入して持っていくのがいいと思います。屋台で食事を取るときに他のお店の飲み物を持ち込みダメっていうところは私の経験上はほとんどないので、コンビニとかドリンクスタンドで購入したものを持って行って大丈夫だと思います。で、そもそも夜市の食べ物衛生状態はどうですかとか、お腹壊したことはありませんかという質問もよくいただくのですが、夜市に限らずなんですけれども、どの飲食店でも絶対ここは大丈夫ということは、まあ、日本でも台湾でも、まあ、一概には言えませんよね。私の場合は、まあ、海外旅行でお腹が痛くなったということ自体がそもそも一度もないです。雨水をシャワーに使うような小さな東南アジアの島とかよく行ってたんですけれども、そういうところでも氷が入ったドリンクでもガンガン飲んでましたけど、全く私はお腹が痛くなったことは一度もないですね。あの、日本にいるときはなぜかよくお腹痛くなるんですけど、海外だとね、なぜかないんですよ。お腹が痛くなったり体調が悪くなると観光がね楽しめなくなってしまうので、あの、毎日ヤクルトは1本飲むようにしてます。あとは旅行のストレスも腹痛の原因になったりすると思いますので、1日観光でヘトヘトになった後に人混みの中を歩いたりするのは余計にねストレスかかってしまうと思うので、疲れた時は無理して夜市に行ったりせず、ホテルでゆっくり休んでください。あとは夜市の屋台の方との言葉のコミュニケーション心配される方も多いと思うんですけれども、トップ3に挙げたような外国人観光客がとても多い夜市では簡単な英語でコミュニケーション取れるところも多くあります。お店の方とのやり取りが必要な部分というのは注文の時とお金のやり取りの時だと思いますが、よくね台湾だと漢字を使うから筆談で OK だよっていうことも言うんですけれども、夜市の場合は人もお客さんも多いですし、筆談している暇がねきっとないと思うんですよ。なのであとはね簡単な英語とジェスチャーでどうにかなるっていう感じですかね。ジェスチャーするときにちょっと気をつけた方がいいなと思うのは、台湾と日本数え指の形がちょっと違うんですよ。1から5までは一緒なんですけれども、6は日本はこうじゃないですか。でも台湾はこれが6なんですね。ちょっとアロハみたいな感じ。台湾の6から10は6、7、8、9、10になりますね。ちょっと面白いですよね。あの、私ねこの数え指ちょっと面白いなと思って、あの T シャツとかあとマスキングテープなども作っておりますので、よろしければ気になる方はあのピンコイというサイトで販売しておりますのでご覧になってみてください。まあ、こういうのはねちょっとした豆知識なんですけれども、基本的には英語と指差し、あとは看板に書いてある値段表を頼りにやり取りをするというのがいいと思います。もし他にも夜市で不安なことなどがありましたらば、コメント欄に残していただくか、毎週土曜日夜9時からサブチャンネルで雑談配信をしておりますので、その場で聞いていただければ、私からのアドバイスや他の視聴者さんからのご意見もいただけると思います。
では続いて台北中心地からアクセスのいい夜市をご紹介していきたいと思います。ご紹介するのはこちらの夜市です。概要欄の目次からスキップしてご覧いただくこともできます。では順番にご紹介していきます。最初にご紹介するのがリャオニンジエ夜市。ルーチャオと呼ばれる台湾の居酒屋さんが多く集まるちょっと珍しい夜市です。雑誌のブルータスの表紙になったことで写真映えする夜市として話題になりました。 MRT の駅も近く、場所も便利、大人向けの夜市です。次にご紹介するのがナンチーちゃん夜市。美味しいお店がたくさんあることで知られる夜市です。ゲームや洋品店などはあまり見当たりません。ここはとにかく食、コロナ前はローカル感いっぱいでしたが、最近訪問したら以前より整備されて地元の人と観光客でごった返していました。続いてのご紹介はシャンチャンジェ夜市。夜市というより小さな屋台街といった感じです。ゲームやアパレルはほとんどありません。道の真ん中にテーブル席が作られていて、ワイワイ食事をとっている楽しい光景が見られます。私は夜行きましたが、こちらは朝から営業しているそうです。次はリンジャンジェ夜市、別名トンファー夜市です。程よい規模であまり混雑することなく、ゲームや洋服、グルメも楽しめるバランスの良い夜市です。ふらっと遊びに行くのにちょうどよく、私もお気に入りの夜市です。屋台もたくさんありますが、路面店の美味しいお店も多いので、雨の日でも楽しめると思います。続いてはスーダー夜市。大学の近くなので学生さんが多い夜市です。飲食店とアパレルが多めの商店街といった感じです。お子様が遊べるようなゲームの屋台もありません。こちらはゴンガン夜市。明確な夜市のエリアは定まっておらず、屋台が少し多めに並んでいる通りが点在している感じです。メインは水源市場の周辺の通り。学生さんが多くとても賑やかで、街全体の雰囲気を楽しむのがいいかもしれません。続いて塩山夜市。夜市というと細い通りに屋台がずらっと並んだイメージを持たれる方も多いと思いますが、ここは大通り沿いの夜市です。ゲームなどはなく、地元の方が食事をとるための夜市という感じです。そして最後は三風夜市です。台北のお隣新北市の夜市ですが、台北市内からもアクセスが良く穴場的な夜市です。商店街に屋台が出て夜市になっている感じなのですが、昼間は朝市が開かれていてとても面白いです。地元の方が圧倒的に多いと思うので、ローカル感満点、道幅が広く混雑もしていないので、お子様も比較的安心して歩けそうですし、ゲームもたくさんあります。はい、というわけで今回は夜市のご紹介でした。皆様がお好きな夜市登場しましたでしょうか。もしよろしければ皆さんの好きな夜市や行ってみたい夜市、食べてみたいもの、おすすめのものなどコメント欄に残していただければ嬉しいです。この動画が少しでもお役に立てましたらば、高評価とチャンネル登録もお願いいたします。毎週土曜日夜9時からはサブチャンネルで台湾と旅の雑談配信もしております。 Twitter、Instagram などの SNS では旅のリアルタイムな情報やイラストレーターとしての活動も発信しています。よろしければそちらも概要欄からご登録いただけますと嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょうね。シュッシェー、バイバーイ。